リュウくんだ。リュウくんです。妹もズボンも、肌の色も、目の色も、全部リュウくんです。どこか変わってるところがあります、俺の名前に。リュウたー、はい、リュウくん登場。ザップの助に勝てるかな。よし、やろう。リュウくんだ。本物か、これは。はい、本物です。名前を同じにした本物のリュウくんだったのにな。あ、名前はちょっと気にしないでください。射程がね、きついけど、娘でもいい。名前は2000名、シューターでお願いします。あ、リュウくんなのでやられません。うわっ、リュウくんは不死身っぽい。ういっす、ういっす。エナスタのお届け物です。どこにいるんですか。あ、どうした。2人しかいないのにエナスタが4本ジュースある。誰用だ。かける2だよ。1人2個だよ。飲めない。2個。うーわ、バレた。だからリュウくんだから知らないよ。世界一の限り。死んでるやん。いや、塗りで勝つんだよ、塗りで。じゃあ俺塗ろうかな。ほらほらほら、やばい、これ射程の差で負ける。エナスタカモン。はい、エナスタのお届け物です。あ、どっちに、なんか空切れない気がする。なんか抜けてないの。え、空切れどこ行った。行方不明。あー、え、もう動いた。えい、アイリちゃんが同じ場所にいた。何？待って、やばい。これはまずい。待って、ストップ。まずい、ストップ。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 塗り返せ。ストップ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 。だから台無しになる2分間。うわー。なし。めっちゃ洗ってた。あー、でもちょっとなんか危ねえ。ストップ、言うたやん。いやー、ちょっと体が勝手に動いた。あ、ちょうど1000ポイントだ。1001ポイントだ。おお。ザットの助仲間だ。バケツ見せますか。あ、嘘嘘嘘、ディアカスだよ。え、あれな、あれないんだよね。あれないよ、もう普通に、なんだろう、自分が使うとこうや、相手にこうやると、相手にこう、相手にディア、例えばディアカソがいると、あ、こういうは、こういう戦い方したら嫌なんだなみたいの分かるからディアカソ使ってる。なるほどね。やばい、いや、あるある。待て、ほら。マス、ストップ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 。はい。ニースパット、ニースパット応募。あ、抜けたぞ。逃げるな、卑怯者。こんにちは。よし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 。抜けたぞ。はい。めんだめんだ。めんがいかと言ってるけん。あ。抜けます。抜けよう。後ろから来てる、後ろから来てる。後ろ、後ろ、来た来た来た、もう来てないって。オーマイガー。エナスタのお届け物です。え、なんかめっちゃ当たった。やった、エナスタバーリア。あ、いるなぁ。飲んで帰ります。惜しかった。帰ってないやん。え、帰ったよ。後ろから来てるで。オッケー。そう、荒らされとる。やばい、まだいたの。来たって、帰ったはいい。
った方がいいらしいよ。あー、よいしょ。一応イカロールで防いだものの、だからここ飛んでくればジュースあげる。飛ぶよ。ライダー、いや当てんねーよ。さすがにエナスタデュアルには勝てねーわ。あ、ジュースに止め、あ、逃げます、逃亡します。距離止めるで。え、なんか当たった。いやー、頼まってくれ、お願いです。お願い、やだやだやだ、マジかこれ。あぶねー、まずい。うわ、なんだこれ、なまりだね。うわ、ぶねー、33.3%。 スプラス3に愛された男たち、ザップの助進化したわ、さらに。え、 IGZ リュウくん、ザップの助進化した。お、お、本物か。進化したザップの助です。それ、ザップの助の進化形態ね。あ、そうなの。うん、じゃあちょっとリュウくんとこで戦ってみたいわ。あれ、これリュウくんか。ちげえよ。あ、やっぱりザップの助の進化形態ね。目の色が違うわ。こうすれば誰でもリュウくんになれる。多分ね、リュウくんとズボンも同じだと思う。マジっすか。まあ、ワックのこの対面力に強さ。だってちなみにギア上げやってないから。え、落ちたんすかね。これ本物だ、これ絶対本物だ。初動でやられるリュウくん、どこにいんねん。リュウくん初動でやられないでしょ。前線がやばいです。おっしゃ、リュウくん倒した。これ今塗ってんだから邪魔しないでよ。さっさ塗るだけだと危なくなってくるから邪魔しないで。ダウン。これギア一足じゃなかったからね。こうなったわ、ギアが。謎のペッケ。俺曲者得意になったんだ。はい、飛んでく、あ、飛んでこない。ペットボトルが飛んでくる。キルスク早っ、マジで。そうなんよ、攻撃キルスク早いよ。やめてくれ。アイドラムが早いです。まあ、単車ってもの。フィンナーケイトは全部キルスク早いよ。なんか音が聞こえる。ああ。いわお。いけると思う。あー、左から降るよ。だからクゲ食安に対して結構強いよ。だことないかわかんないけど多分強そう。おーよ、上にいれば8なんだよね。これリークンだ。これ直撃を当てるのはもうリークンしかない。え、あと上がんない。うわ、相手リュウくん2人いるわ。おい、上越したら引き上がる。え、近く取られた、くっそ。これ終わったら一回ちょっと、もう一瞬で戻ってくる。一回ちょっとだけ、もう一瞬で部屋抜けます。メロン来た。いや、ちゃんとこれね、プレートも揃えたから。じゃだから、残念だったな。リュウくんの R が文字じゃないで。あ、そうなの？ん？あ、じゃあどっちが本物か。よし、じゃあ XP4000 です。ああ、XP4000 の強さを思い知らせられるわ。XP3500×2 です。はい。7000です。まあね、メロンくんなら、やっぱシャーカー持つよね。え？いや、このやろきゃ、このだ。結構スキンパッチ持ってる。あ、確かに。おー。なんか見た目はちゃうけどいいか。
ゆうくん最近見た目変えたらしい。まあそうなんだ。最近って言ったらめっちゃ最近じゃん。うつ。はい、りゆうくんでーす。いるんじゃない？ちゃんと後ろも警戒しないと。え、待って、これ倒せなかったわ。あー、もう抜けちゃうわ。さよなら。さよなら、すな。あ、全員帰った。あ、かぶってしまった。逃げろ、逃げろ。リュウ君はこういう時ね、勇敢にね、前出るんだよ。リュウ君はこういう時に吐くから、ちょっと気をつけて、カニ食べます。カニと食べてる暇なんて与えねえよ。昨日、リュウ君とね、ジェッパ対決したらめっちゃ負けたわ。このメロ、体力増やしてやがる。ダメです。さすがリュウ君。あれ、なんかちょっと、最初の文字が違うような。名前変えたのか。ああ、名前変えたんだよ、リュウ君。さあ、リュウ君って、名前変え、IGZ とリュウ君じゃなく、なんか変な顔文字じゃない。最近戻した。戻したらいいんじゃない？戻したと思うで。およー。あれあれリュウ君？ん？え？リュウ君？え？あれじじ？リュウ君。なんか変な笑ってるやつ。その子に通してよー。カニクシャ怖っ。カニはね、所詮機械だから。ね、わわわわわわ。水分与えれば壊れるわけよ。機械壊す。犯罪だ。頭狙えば。俺最近頭狙う練習もしてるから。え？挑んでくるな、挑んでくるな、挑んでくるな。うわ大丈夫よ。ここに、リュウ君いるから。あ、ユージー。食ってこい、リュウ君を。おーし。本物です。やっぱこの目を体力増加してやがる。あ、果実。果実？入管が果実なんかに負けるわけがない。待てこら！よし。いや、え、あ、いや、いや、だって。リュウ君が果実に負けるわけにはいかない。オッケー。え、リュウ君でも負けることある。あ、リュウ君じゃない。メロン君。ただね、リュウ君そのアイコンじゃないんだ。アイコン、あー、何だっけ。あ、アイコンじゃない、妹。全員名前、イカジストにしようぜ。あとは来た。誰だと思うこと。いや、シュータ君がよくバカまでマッチする人でしょ。そうだよ。五島悟。五条悟ね。あ、そうだ、あの、呪術回戦新しいの出てるよ。ほら、五島だよ。本物の五島だよ、これ。その見た目なん。あ、そうだよ。ほんとかな。ほんとだよ。あ、来たしょ。6月26日生まれ来た。ほいなぽう。パイナッポーだ。じゃあ直撃の後藤行くわ。直撃の後藤。うわ、ほん、ネームプレがメロンくんだ。あれ、パイナッポーさんってそんなメガネつけてたっけ。最近ギア変えたらしい。へ、そこら辺であった後藤だよ、後いやー、まあ、パイナポーも外すことはある。ここだ！直撃！あ、無理だったー。はい、オッケー。行け、俺のデコチラたち。行け、俺の弾。ビーコンがあったら壊したくなる。ビーコンがあったら、オーバー。直撃の後藤だって。オーバ
ないな。え、それお前、まあ、リュウ君だからね。近づこう。うわ、直撃の後藤がやられた。アイナボにやられた。え、うわ、直撃の後藤誕生。飽きた将来やれるよな。直撃ばっかやん。直撃多すぎてちょっと怖いわ。トラウマ。あのロングアームディアルに勝てないです。一緒勝てる見込みがない。勝てる見込みがない。はい、こう近づきます。はい、出ました。爆風のこと。今だ。あ、もうだ。いやー、マジかー。お、その時でかい。お、抜けちゃい、抜けちゃい、抜けちゃい。うわ、なんかっぱいの子が降ってきた。果実が降ってきた。え、マジで？めっちゃ直撃当てられるんだけど。うわー、負けたか。いや、リュウ君の意地として負けやね。うわお、もうこれは秋田翔本物だな。お、本物の秋田翔来たわ。見た目も結構似てるし、これは本物だ。これはね、リュウ君ね、最近持ち武器変えたらしいよ。そうなんだ。ボールドマーカーだって。あ、ほこもちいるかまんね。そうそう。いい。おぉ、早いね。三角サップ出た。一瞬ラグかった。マジ？早いぜ、俺は。もう無理や、無理！あやこさん、よくこんな言葉言ってる気がする。ゆうくん、瞬足履いてるで。俺の方が。うわぁ、爆風のなんか、いやもう無理、ボールドは無理です。ちょ、ブラスターボールドは無理だよ。後藤ウザインボルトの背中乗ってるから。ウザインボルトウザインボルトね。そう、ホットならなんか直撃当てやすいんだけど。確かにね。おい、急げ。おぉ、マイグネス。ほい。あ、秋田翔だ。やべ、これは秋田翔だ。オッケーオッケーオッケー、もうリスキータイム。もうこの塗りで勝つだ。よっ、やばい。おー、あ、やばい、後ろ抜けてる。逃げろ逃げろ逃げろ。やばいやばいやばい。オッケー。マジか。いるいるいる、ザップザップ。上から降ってくる。待って、見えない見えない、エナスタ見えない。うぅ、オッケー、危ない。見えないって。ワンちゃん負けんだよ、この塗りで。危ない。うぅわ、感覚早えよ。ゴトの圧迫駅を。うわ、オッケー、この瞬足を見せつける時が来た。あ、やばい。あ、待って、終わったかね。いや、わからん。まだまだ謎の甲子園練習は続くのであった。チャンネル登録をして通知をオンにすれば最新動画やライブ配信のお知らせが届きますので見逃すことがありません。ぜひ全ての通知をオンにしてくれると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。